車ね。昨日の話なら150万円以内で行けるらしいから。じゃあよろしく。20歳になったら振り袖買ってって言われて、俺買ってあげるって約束したんだ。覚えてないよな。階段の下に隠れろと命令したのは父親でした。昨日のことです。彼が仕事から帰ってきた時、ママご飯何時になる？腹減った。ああ、スピーカー押しちゃった。娘は預かった。返して欲しければ、1000万円用意しろ。警察には連絡するな。もし、警察に連絡したら、娘の命は絶たれることになるだろう。今からして、主人、嘘を突き通していたら、どこかに時間が巻き戻せるリモコンが落ちてないか。そんなバカなことまであの時は本気で考えた。そこにはこう書いてあった。注意事項。このリモコンを利用し、その時間に何をしようが結果、未来の出来事は変えられない。多少の時間のズレは起こるが、決められた人生に戻っていく。私たちの未来にはどんなことが待っているのでしょう。科学はどんどん進歩していく。時間が巻き戻せるリモコン？2つしかない。残りの回数、あと2回しか使えない。すっげえ無駄遣いしたー。やっても、あの店長むずいな。お姉さん、電話。健太くんへ。私は健太くんが好きです。多分妹は私よりも健太くんが好きです。今はすごく苦しいけど、健太くんのことを好きになってよかったって思えるよう、私は頑張って新しい恋を見つけます。僕はあと1年も持たないらしいんです。あと1年も持たないらしいんです。でも、だから分かりました。あなたの違い。津波の危険のアナウンスが町全体に流れた。お父さんと1歳の間は近くの高台にたどり着いた。家にいたおじいちゃんと妻と3歳の息子は津波に巻き込まれた。白い海
about how